曲はね、今回3人でベノアさんの地元まで行ってね、一泊二日の合宿して新しくできた曲なんですね。そうですね。曲の名前は、これブーキナファス。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、で皆さん雨の中ですね。そうですね。時間も早いから仕事終わって必死に。ありがとうございます。ありがとうございます。これブルキナファソの、モシ族の、そう、まあトラディショナル音楽から、ね、来たリズムですね。名前はモシのリズム、はい、でした、はい、モシ族のリズムですね。はい、マリチェ、マリチェ、最初からちょっと盛り上がりすぎたですね。大丈夫かな。まあ、とりあえず自己紹介を、自分でプレゼンティー。Moi? Je m'appelle Papou, je viens du Mali, Bamako. Papou, Papou, 僕の名前は Papou です。マリから来ましたと言います。フランス語でしたね。もう皆さん、なんかフランス語は大丈夫そうですよ。そういうの。そのままベノもフランス語で行こうかな。いいよ。はい、ベノはミルクです。西アフリカのブルキナファソから来ます。よろしくお願いします。それはフランス語ですか？フランス語の気持ちで言うたんです。皆さん、今日は一緒に楽しい時間を過ごしましょう。よろしくお願いします。こんにちは。ジュマペル、レッドビー。私の名前はレッドビーです。どうも、大阪出身です。じゃあ続いて、ギリバ。イリバ大きな木が倒れたら意味は良くないですという歌。この大きな木は村の年上の人たち、おじいちゃんおばあちゃんたちの例えにしてこの歌の中に出てきてるんですね。そのおじいちゃんばあちゃんたちが亡くなったら良くないという、意味の歌です。はい、イリバです。やってみましょう。
さんオリジナルの曲で、はい、次はベノワさんバラモンから変わってこの楽器はこれはカンベレンゴニーです。カンベレンゴニー、カンベレンゴニー、ヒョウタンから弾いてる、はい、はい、カンベレンゴニー、あのパプーが持ってる向こうのあのマル出身のパプーが持ってるのはジェリーゴニーね、ゴニーってついてるんですけども形が全然違うんですよね。そうね、ちょっと西アフリカはゴニー弦楽器はゴニー、あ、なんですかね、なんかコラってあるじゃないですか、コラ、そうそうそうコラってみすごい見た目似てますよね。そうですね、ほとんど一緒ですよね、なんかほとんど一緒、まあ持つか持つところが違う感じ、あとチューニングが違うんですかね。そうですね、というのはだいたい5音階のペンタトニック音楽しかできないからバランフォンも5人も全部5音階です。はい、じゃあつい最近ですね、まだ1ヶ月経ってないですね、起きてニュース見たら、なんかブルキナファソ、私の国130何人がね、殺されましたというニュースで知らなかったですね、うん、すごいショックやった。1日中でずっと元気がなくて、うん、ああちょっとマリとブルキナのなんていうフロンティアなんていうかな、国境かな、国境の方ですね、うん、この何年前ですごいそこが、うん、テロっていうなテロじゃない、何 IS あ北の方、そうそうそう、はいはい、北の方、うん、それがずっと続いてて今でもそうですね、うん、でも、うん、それは本当にやめてほしいですね。あのこの歌、作った気持ち、これも込めて、あ世界に戦争じゃなくて、争いじゃなくて、まあ、みんな話し合いがあって、もし、ね、誰か間違えたら、ちゃんと謝って、それで、まあ、言わなったら、嬉しいなということを、はい、まあ思ってこの歌を作りました。けれまいれ、戦争は良くないです。はい、チェン。
ありがとうございます。アニチアニチ。コニー。頼む。アニチさん。アニチ。なんで誰ここらへん。次はジャラビカノゲレマ。愛は宝物です。たくさんお金持って市場にいたら自分の好きなものは何でも買えます。でもたくさんお金があっても本当の愛は買えませんという歌です。ジャラビカノゲレマ。Thank you.
あ、もしかしたらあれですか。そうですね、ファーストステージ最後の曲が早いですね。早いですね。時間があるので、ね、今日も本当に8時に締めないといけないというふうに思います。ファーストステージ最後の曲になります。最後の曲はちょっと今日はスペシャルゲストをお呼びしています。マリ共和国からまだ日本にやってきたばかりのカリファー、カリファコレー、カリファコレー、本当に皆さん、カリファー聞いてもう1年経ったかな、1年経ったでしょ、うん、そう、もう本当に素晴らしいな、このバラフォン、このバラフォンというゲームを演奏する人ですね、すごい、素晴らしいです。よろしくお願いします。この間、ベナは日本語をカリファに教えて、カリファまだ日本語わからないですね。でも、わからなくてもなんか話聞いたというか、そう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 言うから、まあ、それで大体そう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 覚えたからね。ねえ、あ、アメネナニがまた、あれ、先にプレミアムにプレミアセミが先にアムラフィアムにパーティーだ、あれラバナ。Thank you.
イチェありがとうございました。ベノアメロボーパフーゲストにお送りしました。少し前だけご出演させてください。皆さん絶対に帰らないでください。1部より2部の方がめちゃめちゃ言っていいですか。すごいですから。もし外を出てなんか誰が見たら、おいでおいで、ここはなんか2部の方がすごいらしいよって言ってください。こんにちは。
ちょっと町の方に行って、そのまま、今でも
家は町の方にあるブリアンファソの町の方でも、例えばこの雨季、あの畑の仕事の時は田舎の方に戻って手伝いをする。その後、村のお祭りの時もあの生態に音楽をやらないといけないから、それも村に戻るけど、最近私みたいな若い人たちはどんどん出て町の方に、町に行ったり町に行って働いてお金を稼ぎたい、まあ、という考えかな。もうどんどんあの田舎がおじいちゃんおじいちゃんおじいちゃんおばあちゃんおばあちゃんおばあちゃんおじいちゃんばかりになって、畑の仕事もあのお祭りも、どんどんやる人が少なくていて、まあ祭りもやるけど、その時は大体若い人たちこの音楽じゃなくて、あのなんていう USB になんかさせて大きい音でそれがすごい流行ってて、それ見てちょっとショックだったですね。すごいですね、もう USB でやってるんですね。そう、もうすごい、本当にめっちゃうるさい音で、ね、そう、ここ近くこれがあったらもう負ける、もうこの音は聞こえないですね。そう、でもやっぱり、それになったらちょっとね、伝統文化とかこの、ま、お祭りのこととか全部なくなったら、それ悲しいことをでもでこの歌を作った。ふるさとを大事にしましょうという歌です。見たぞ。Thank you.
あ、見えたし、すごい。あ、もしかしたら。もしかしたら大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫。大丈夫？大丈夫です。はい、次は、信じてこの手、あらば、あてば。諦めずに頑張りましょうという歌です。はい、皆さん、この歌の途中で皆さんに、うん、お願いしたいことがあって、このこんな感じのメロディーが出てくる。Sin temor, no me hagas.
Thank you.
Ah, oui, oui.